お疲れ様です。ベースエディングリッシュ英語コーチの中尾正弘です。今朝も無事朝のビジネス英語勉強会横浜にて終了いたしました。今日は、恐竜の話だったんですけれども、女性の参加者が多いということもあって議論がさっぱり、盛り上がりませんでした。いろいろ質問はそれぞれさせていただいて、話す時間も、お二人今日はお休みだったので十分あったんですけれども、恐竜に関しての議論は全く深まらず、そうですね、それぞれの皆さんの子供の頃の夢の話ですとか、それがどういうふうに変わっていって、何がきっかけで変わったのか、もしくは諦めたのかっていう話に変わっていきました。そうですね、その恐竜の話については、その化石を、研究している方々にとってはここ、10年20年大きな変化があって、随分恐竜の歴史自体も変わってきてはいるんですけれども、皆さんあまりピンとこずというような感じで、そうですね、中にはこうやっぱりアンモナイトをずっと探して、ちっちゃい頃に探していたですとか、化石を、博物館でちっちゃいのを買ってきたっていう女性の方もいらっしゃいましたけども、基本的には、そこぐらいな感じで、そうですね、さっぱりでしたので、今度からは少し恐竜の話題は控えようかなと思いました。次回は自閉症についてですね、確かオーティズムだったと思います。月曜日のクラスに新しくドクター、お医者さんがいらっしゃる予定ですね。少し一発目はその方のちょっと得意分野といいますか、医療関係のものにしてみようかなということで選んでみました。どうなるかまた少し心配ではありますけれども、いろんな質問をちょっと用意してディスカッションを伸ばせるようにしていきたいと思います。それでは失礼いたします。